はい、今回の動画はワードやエクセルなんかのマイクロソフトオフィスを使っている時に起こったトラブルであったりだとかあと問題点なんかをマイクロソフトの方に報告する手順をご紹介します。でワードやエクセルなんかを使っている時にトラブルとか問題点があったといった場合にそのワードエクセルねそのそれぞれのソフトから直接ですねマイクロソフトの方にそのトラブルとか問題点を報告することができます。 で今回画面としてはねワードを使って紹介してますけどもこれはねそれ以外のねオフィスですねエクセルとかパワーポイントでも同じ手順で報告をすることができますそれでは早速その手順なんですけどもこれはね絶対ではないですけどももし可能であればねそのトラブルが起こったような画面ですねそれをね表示させておいた状態でこの左上のファイルというところですねこちらをクリックします、はい、次にこの左側のメニューのところにこのフィードバックっていう項目がありますんでこちらを選択をしてください はいそうするとここでですね、マイクロソフトの方にフィードバック、報告をねすることができますんで、まあ、今回はね何かトラブルとか問題点が起こったときということでね動画を作ってますけども、それ以外にもねこんな点がねいいですよというような報告もできますし、あとね、こんな提案がねありますよといったような報告もできますで。何かトラブルとかですね問題点を報告したいときは、この不満な点というところのねこの問題点改善点の報告というところですね、こちらをクリックをしてください。 はいそうすると画面の方が戻ってここでねこの問題点とか改善点をね文章で入力をすることができますしあとねその問題が起こっている画面がですね表示されてるんであればこのスクリーンショットを添付するというところですねこちらにチェックマークをつけてもらうとこういった形でですねこの今開いてる画面をねそのままスクリーンショットとして送ることもできます。 でこの送ったフィードバックに関して何かね連絡が欲しいといった場合はこのフィードバックに関して連絡を受け取ることを許可するというところですねこちらにチェックマークをつけて電子メールアドレスを入力をすることによってですね返信を受け取ることもできますこちらの必要事項を入力をしたらねこの下の送信というところですねこちらをクリックをするとマイクロソフトの方にですね報告をすることができるということですね はいといととったことで今回の動画ではマイクロソフトオフィスで起こったトラブルや問題点を報告する手順をご紹介しましたけども。 マイクロソフトはね非常に大きい会社なんでね、まあ、こういったですね個人の意見をねそんなに聞かないんじゃないかというふうに、ね、感じる方もいるかもしれないですけども、ただね、このワードとか Excel とかにですねこういった機能がある以上はですね、マイクロソフトの方もですね、いろんなねこのユーザーの声を聞いてですね日々改善とかを加えていっていると思いますので、ぜひ、ね、何かトラブルとか問題点があった場合はですね、この機能を使ってですねマイクロソフトに報告をするといいんじゃないかなと思います。それでは今回の動画は以上になります。 今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。